おはようございます。ここはラオスのバンビエン郡というところです。これからですね、ここから、ルワンパラパンまで、世界遺産に指定されている、古い都なんですけれども、そこまで行きたいと思います。約ですね200キロ弱ということで、おそらくね4時間ぐらいかかるのかな、もう少しかかるかもしれません。で、今回乗っていく乗り物なんですけれども、おそらく、ミニバス、バンですね、そういったもので移動するのかと思います。ワンウィエンからルアンプラバンまではホテルで手配したワゴンバスに乗っていきました。このワゴンバスなんですけども、ご覧の通り外国人観光客が主なお客さんです。このワゴンバスは個人的にはあまり好きじゃない乗り物で、乗り心地が悪いのと視界が良くないからです。でしかも今回は運悪く後ろの真ん中に乗せられました。というわけで今回この区間はすごく楽しみにしていた区間なんですけれども、残念ながら外の景色を眺めながら移動することはできませんでした。さて今映っている場所なんですけども、カーシーという村のバスターミナルです。この近くにも高速鉄道の駅はあるんですが、残念ながら、ビデオには映っていません。さてここからは一旦国道13号線を離れ、山を越えて、国道4号線に合流、そしてルアンプラバンに向かいます。カーシー村の北側には大きな山地があり、国道13号線はその、東側を迂回していくのですが、時間がかかるため、今通っている道なんですけれども、これはまっすぐ、行きます。ただし、2000メートル弱ある山を越えなければなりません。ということでこの山道はかなり険しい山道です。映像からも分かる通り、この道路は山の尾根や中腹を走っています。一方高速鉄道の方はこの谷間のあたりをトンネルを通って、ルアンプラパンに向かっています。いや本当すごい道ですね。なんかね、昨日よりもねアップダウンが激しくて、もう左右に揺れて、本当山の中のねいろは坂じゃないんだけれども、まあ、そんなところをですね、なんかね日本の山だったら山を登ってずっと登って登って登ってそれで降りていくんだけども、ここはねもう登って降りて登って降りて登って降りて、本当にね、いやちょっとこういう道はね久しぶりでしたね。で私もね以前ねこの道って通ったことないんですけどもね、話には聞いたんですけど、いや本当になんていうのか、話に聞くよりもいやよほどねすごい道でした。でね、ところで今ね休憩中なんですけども、ワンビエンから約2時間半ほど走ってきました。今ねこの辺りはね電波が届かないんでね、どの辺にいるのかってのはちょっとね理解できないんですけれども、まあそれでもすごいところ。あ、それでね、ちなみにね後ろに見えるのがねこれね簡易トイレですね。まあそういうことで、こちらの方にはねちょっとしたね買い物ができるレストランというのか、まあこれドライブインでしょうね。大きなトラックも止まってますけれども、今ね後ろにトラックの人と話をしていたんですけどもね、これからねまだルアンプラバンまで4時間かけてこのトラックをね運転していくんです。すごいですね。いやもう埃だらけ。それでやっぱりかなりねこんな山道ねこのトラックでね行くんで、こりゃもう大変ですよ。携帯を開けてみたら電波が届いているのが分かったんで、ちょっと地図を開けたらねそれもねちゃんと一応動いてるみたいなんだけども、なんかね現在地がねなんか山のど真ん中にあって、これちょっと GPS がきちんと働いていないようです。それでとりあえずねこの真ん中にね赤い線が見えるかな、ちょっと私外にですねよく見えないんだけども、これがね鉄道の線になります。で東西南北が今ちょっと分かんないんだけども、まあ、山の中を、高速鉄道が、ぶった切っているのが分かるかと思います。4時間と、30分ぐらいかな、休憩時間30分含めて、そのくらいで、ルアンプラバンに到着をしました。で、ね、距離でいうとねさっきね看板があったんで見たら234キロとか、ね、そのくらいでしたね。というか200キロ強ですね。250キロまではちょっと行きません。というわけで多分ね21年ぶりのねルアンプラパンということですね。まあその後にもね一回空港には降りたことあるんですけど、まあ街に用がなかったもんで街には来てません。
で今回は、まあ、お寺巡りとかそういう関係で来たんじゃないんで、今回はそういうのはありませんけれども、それにしてもルアンプラパンという、都市はですね、あの仏教が盛んな場所でして、まあ、このようになんていうのかな、すごく綺麗なお寺がたくさんあるところです。まあ、それでね、街並みもすごく綺麗で、1995年に世界遺産に登録がされた街です。もう街ごと全体ね、あの世界遺産なんだそうです。私もその当時、まあ、世界遺産とかに全然興味がなかったんで、そんな認識全くなくてルアンプラパンに来てたんですけども、まあ、最近そういうことに、ちゃんと認識するようになったんで、まあ、世界遺産の街という、ことでルアンプラパンは認識しましょう。ね、これからね、あの高速鉄道の建設現場の方まで行ってみたいと思います。今ね、街の中でね、あのこのタクシーを借りて、あのトラックなんですけども、日本のそれを借りてですね、その現場の方まで行ってみます。こっからね、約ね10キロ弱あるかと思いますね。というふうにね、結構ね遠いんですよね、ルアンプラパンの場合。駅からねちょっと遠いんで、まあね、今後ね、駅からこの、街の真ん中までなんかねアクセスができると思うんですけども、まあね、鉄道ができるわけはないんで、まあおそらくバスなんかはねこれから通るんでしょうね、街の方まで。まあこの車でね5分ぐらいでも郊外のこんなところになっちゃうんですけど、ここをね右に行くと、ごめんなさい、左に行くとですね空港があるはずで、なんかエアポートって書いてあったから、そうなんでしょう。ここにはバンコクエアウェイズの看板があります。これはバンコクとルアンプラパンを飛んでて、チェンマイも飛んでるんですね。ビエンチャンなんかも飛んでる。これをね、街でも行くね、空港なんだそうです。で我々は左に曲がって、また違う道を行きます。まあ、ここには市場がありまして、うわすごいね、果物がたくさん。ちょっとね、ここからはね、よく見えないんですけれども、建物の陰にある、ね、これがね、空港になります。このすぐ右側ですね。ここから見えるかな？あ、ここから見えますね。でね、私がね、初めてね、このルアンプラパンに行ったのが1991年です。で、その時に、ビエンチャンから、飛行機で来たんですけどもね、まあそれはね、今でもね、はっきり覚えてまして、なんか何にもない、当時ね、建物も何にもなくてですね、あったのはね、掘っ立て小屋が一軒だけ。で、その掘っ立て小屋もね、壁がない掘っ立て小屋ですね。多分ね、30平米か40平米ぐらいの、もっとあるか、50平米ぐらいですね、そのぐらいの、ね、建物がありまして、そこでですね、なんか手続きをするようになってました。なんかチェックインカウンターとかそんなのもなくて、ね、机がね、1個か2個かあっただけでしたね、当時は。まあ、それがですね、今ね、もう立派な空港ができちゃいまして、ここにね、来る人もね、年間何人いるのかちょっとわからないんだけども、いやー、それはもう時代は、もうね、かれこれ30年近く経ちますけども、30年でこれだけ変わるんですね。で、ここにもね、中国のね、会社がね、これトラックを売ってる会社だと思うんだけども、これトラックメーカーなのかな、そういった会社があります。さっきね、フォードも見えたんだけど、これもね、ラオスの資本なのかな、ちょっとわかりません。というふうに、この辺に来るとね、中国語の看板がね、ちらほらと見えます。あ、これ中国中鉄。これあれですね。多分、鉄道をやってる関係の会社だと思います。まあね、今ね、ちょっと、ね、適当なこと言っちゃったけどもね、まあ、いずれにせよね、この辺ね、中国資本のね、土木関係の会社もね、少なからずあるんですね。やっぱり中国のインフラは、やっぱり中国がやっぱ結構ね、主導でやってるんじゃないですかね。日本なんかもう全然、そんなのは全くと言っていいほど見当たりません。やってないことはないんですけどもね。おそらくバンコクに事務所を構えて、それでラオスで仕事をしている、そんな感じなのかもしれません、日本の場合。で、高速鉄道はこの山の中を通ってね、おそらくですよ、この山のあたりから出てくるのかと思います。うわうわ、ちょっと揺れました。ここですね、こっちがね、ビエンチャン方面です。それで、やっぱりこの山でしたね。この山の中から、あそこがね、トンネルの出口見えるかな。そうですね、トンネルが見えました。トンネルを出るとね、すぐに橋脚があって、こっちからでね、
こっちに、ね、橋が見えます。これはね、メコン川に架かる橋です。で基本的に、ね、ラオスの、ね、高速鉄道はメコン川の東を走っているんですけども、ここで一回ね、あのメコン川の右側に、あ、ごめんなさい、左側ですね、左側の方に、見てみます。それでもう少しズームで寄っていくと見えるかな、この辺だと思うんですけども、橋を過ぎるとすぐまた、トンネルに入ってしまいます。でね、運転手さんね、この辺のことよく知ってるようでね、あの橋の横まで連れてきてくれました。でね、こっちから見るとね、こんな感じ。いやー、ここから見ると圧巻ですね。メコン川に架かる、ラオス国内初めての鉄道橋、あ、これ2個目か。そうですね、ノンカイ、タイのノンカイとビエンチャンにはかかってますね。というわけでこれが新しい橋です。うわー、すごいな。でこっちがビエンチャン側で、こっちが中国方面ですね。でね、ここからね、中国の国境まではまだね250キロぐらいあるんじゃないかな、そのくらいあると思います。なんかね、運転手さんはね、ちょっと川のほとりに行ってね、足を洗ってるんだけど、いや、足が汚れちゃったんでしょうね。でここにはね、渡し船がありますね。これ車で向こうに行けるんでしょう。あそこまで行くんだな、そんな感じですね。でね、橋ばっかりじゃね、ちょっと面白くないんで、こっちの方も見てみましょう。いやー、それでも川幅がすごく広いですね。こんなラオスの山の中でね、こんな大きなね川、さすがメコン川って感じです。でメコン川ってこういったその水量の多くて水が淀んでいる場所もあれば、あの岩ばかりのゴツゴツして船もあんまり通れないようなところとかいろいろあってね、なかなかね、あのなんていうのかな、まあこれってね4000キロもあるんだけども、そこがね一概にねこういった形であるわけではありません。まあそういったこともあってね、あの1800年代の後半、それからね19世紀とかね、あの、なんだっけ、インドシナをあの植民地にしていたフランスなんかはね、中国のね雲南省の方までね船で行こうと思ったんですけども、まあこの辺はね船の航行にはねそんな問題ないけれども、そういったね岩がある、岩礁っていうんですか、そういったところがね結構あるんで、そういったところはもうね、あの爆薬で爆破をしたりしてね、あのね、なんていうのかな、川の流れを変えたりしてもやったんだけども、結局ねうまくいかなくて中国まで進出することはできませんでした。まあそれがですね、逆に今あの中国の方から南の東南アジアの方に向かって、中国が進出してこようということで、その鉄道がこの橋の上を通るということです。こちらがラオス川。あ、ちなみにね、さっき言い忘れたんだけど、ここでですね、あのこの橋を渡ってメコン川の西側に出るんですけれども、それでまたしばらくしたらまたもう一回橋を渡ってメコン川の東側に、出てきます。それで、タイとラオス、あ、ごめんなさい、ラオスと中国の国境の方に向かいます。でね、さっきね駅の場所が分かんなかったんで運転手さんに聞いたらね、この山の向こうにあるんだそうです。というわけでね、ドアンプラバンはね結構ねなんか面白いものがね、あの橋はねやっぱり圧巻でしたね。おそらく鉄道がなくて、あのね列車が通るようになったらね、あそこにねカメラを構えてね撮るのがいいんじゃないでしょうか。ただその頃ね、渡し船がまだあるのかと、多分残ってるでしょう、ね。ドアンプラバンのバスターミナルに来ています。で一般のね観光客の人たちはね、あのホテルとかツアー会社でね、あのチケットの予約ができるんで、基本的にはね、まあ今日来て驚いたんですけどね、まずねあの外国人の人は見当たりません。というふうに外国人がね使用する乗り物とね、現地の人が使用する乗り物って今ね、完璧に分かれてますね。そんな感じがします。まあね、こっちの方がねどっちかっていうとね、私がね結構見慣れている乗り物な感じがするんですけども、あんまりね大きなバスってないんですよね。でね、こういうふうにね、この感じです、この感じ、まあトラックの荷台だったりとかね、あのこの感じですね。いいですね。まあ、最近ね、私もねタイのバスターミナルもあんまり行かなくなっちゃったんですけども、まあ、一応ねあのラオスに来たってことで、こういうバスターミナルどうなってるのかって言っておくと、ここがねチケット窓口で、ここにねあれですね、行き先と値段が書かれております。でうどむさいに行くやつって、私が知ってる限りだとなんかね2本あるとかって言ったんだけども、そんな感じじゃなかったかな。ただねここに書いてあるのはね、朝の8時半しかありませんね。今ね女性の方がね、荷物をねあの車の中に入れてるんですけども、まあね列車で言うとね、あの電車で言うと鉄道ですね、荷物車とそれから人がね一緒になっている、それがね普通のパターンです。
もうね、置けるところには荷物をね、どんどんと詰めていく。足元なんかにもね、いろんなものが乗ってきましてね、私ね、もう久しぶりに乗ったもんで、ね、すごくウキウキしてるんですけども、ね、なんていうのかな、コカ・コーラのね、瓶とかがね、いっぱい乗ってきたりとかね、なんていうの、ケースに入ってるやつですね、あれがね、足元中に乗っていたりとかね、トーンとね、鳥とかね、動物類はね、あんまりちょっと記憶にないんだけれども、まあそれにしてもね、ズタ袋とかね、農産物ですね、あれはね、いっぱい乗ってくると思います。ただ今の時代どうなんでしょうかね、ちょっと20年とかね、そのくらい前とはちょっと変わってるかもしれません。これはね、ウィエンカムっていうところに行くんだけど、場所がね、私ちょっとわかんないんですけれども、まあこの通りですね、上に荷物もいっぱい積んでまして、まあ雑貨類なんかもね、なんか本当に汚いバケツとかね、そういったのも乗ってます。しかもこの荷物をですね、人が降りるときに一緒に降ろさなくちゃいけないんで、そこにね、2分とか3分とかね、止まったりして、まあひどければね、5分ぐらい止まったりもしています。まあそういうのがね、何人もね、何十人もいるってことだって、時間がね、正確に読めないんですね、すぐね、遅れちゃうんですよね。例えばね、1時間とか2時間とか遅れるのは当たり前です。で、今日なんですけれども、ここから200キロでうどん山に着くんですけども、高速鉄道の路線とは全然ね、重なっていないんでね、鉄道建設現場を見ることはおそらくないかとは思います。ほとんどないと思いますよ。で、バスの方は、ね、国道13号線をずっと北上するんですけどもね、山をね、なんていうのかな、迂回して行く関係で、で、鉄道の方はね、なんていうの、山にね、トンネルを掘って、ほぼまっすぐうどん祭の方に向かっていきます。バスは20分遅れでバスターミナルを出発しました。その理由は人待ちです。で、バスにね、半分ぐらいしか乗っていないんですけれども、バスターミナルから約10分ぐらいして、一応止まってしまったんですけれども、これは何をやってるんでしょうか。最初分かんなかったんですけれども、ですね、バスを乗り換えてくださいという話です。理由は人が少ないからということで、もう1台のバスに我々、このバスですね、に乗せられて、ですね、ほぼいっぱいになって、再出発ということになりました。で、これはまた別のところで止まったんですけれども、人待ちと、また見た通り荷物を積んでいるところです。まあ想定通りですね、路線バスは人待ち、それから荷物を乗せたり下ろしたり、そういった時間がかなりあります。さて、バスの方はどんどん北上しているんですけれども、この右に見えるのがナムー川という、この辺りの大きな川です。さて、右手に川が見えて、ダムが見えるんですけども、まあね、この辺りって日本でいう と、新潟県から福島県にかけての、只見川ですね。そんなイメージが少しあります。遠くの赤い屋根はやはりダムですね。で、ここに中国電検という看板がありますけども、鉄道をやってる中国電検です。中国はダムプロジェクトの一大輸出国です。遠くは南アメリカ、アフリカ、多くは東南アジアに集中していますが、特にミャンマー、そしてラオスに多くのプロジェクトを持っています。さて、この辺り、昨日ほどにはね、山深いところじゃないんですけれども、それでも高いところで標高1000メートルぐらいはあります。で、ね、今また、ですね、ちっちゃな村でね、人が1人乗るということで、これ今ね、荷物を乗せてるところなんですよね。で、その間ずっと待ってないといけません。民家はこのように結構シットな作りです。さて、しばらく走るとね、車内には音楽が流れるのは、これもまた恒例でしてね、まあ私個人的にはね、それほど嫌いじゃないです。まあこういったね、ローカルな音楽は結構ラオスの風景にマッチしているんじゃないでしょうか。さて、またここでね、荷物待ちということで、この店からね、荷物を、持ってきて、車に積むところだったと思います。で、これ今積んでいるところですね、確か。今回私の場合、観察しながらこれビデオを回してるんでね、それほどね、苦にはならないんですけれども、まあ、もしね、普通に旅行していてね、あれですね、こんなので待たされるとね、ちょっとね、気がめいっちゃいます。で、これはね、今またね、かなり遠くの方にですね、200メートルぐらい先なんだけど、人をね、呼びに行っているところですね。先ほどね、ちょっと見逃しちゃったみたいで、これ乗っていくのかというふうに確認しに行ったところです。で、結局ね、この人は乗りませんでした。まあ、このように、ラオスのですね、今の交通事情や、それから
時間の感覚ですね、そういったものが少しは分かるんじゃないでしょうか。まあね、タイでもねバスの場合こういったことって往々にあるんですけれども、今後ラオスに鉄道が引かれた時にこの時間の感覚というのがどのように変化していくのかというのがすごく楽しみです。でね、今ね11時半なんですけど、ここでね休憩でね、ランチタイムになります。ここに見えるのがね、これもね路線バスなんだそうです。でウドムサイの方面から来てるんだけどもね、始発がどっかはちょっとわからない。でね、こっちのバスは、まあ、我々が乗ってるバスなんですけども、先ほど乗り換えたバスですね。こんなマイクロバスなんですけども、向こうの大型バスの方がね2倍ぐらい人が乗れるそうです。ただね、運転手さんに聞いたらね、やっぱりあれですね、まあ、ここラオスね人が少ないんでね、乗る人が少ないからね、ああいうなんていうのか、大きなバスはね、あの人がのたくさん乗るところぐらいしか走ってないみたい。まだね数は、ね、全然ないみたいですね、ラオス国内。今日のお昼はね、このうどん系ですね。こんな感じでね、運転手さんたちが、ね、食べてるのはねこちらなんですけどもね、これね、あのおかずとね、あとね向こうにね、あのもち米が見えますけどもね、ラオスの人たちの主食はねもち米です。カウニャオってやつですね。どういう、でね、さっきね、あの途中のところで一番前に乗ったのはすごくラッキーでしたね。一番前にね、お坊さんがいてね、その人たちがね途中で降りてくれたんで、でその後にねちょっと前に乗せてくださいっていうことで一番前に乗せてもらうことにしました。ただね、一番前ってねシートベルトも何にもないんでね、もし事故を起こしたりしたらね、あれですね、ちょっと私がね一番ね怪我をする確率が高いんだけど、まあそれは自己責任でやりましょう。さて、昼食そしてトイレタイムが終わり、どんどんとうどむさいの方に向かっていきます。パクモン村っていうところなんですけども、国道18号線はここから左に折れていきます。正面には中国語の書かれた、宿が見えます。ここから右に行くとムアンゴイという村があるんですけれども、ここは秘境の村として有名なところで、船で、しか行くことができません。まあそういったこともあってね、あの秘境の村ということで外国人にも結構人気なところで、ゲストハウスもあったりします。で現在ですね、山の方をどんどん登っていっています。で遠くの、左側の方にですね、これ集落なんですけれども、こんな山のところにへばりついた集落があります。中国の西南部から東南アジア北部にかけて山岳民族と呼ばれる少数民族の人たちがたくさん住んでいるんですけれども、でそういった人たちはこういった山で生業を立てて生活をしています。でこちらもそうですね。で遠くの山を見てもらうと分かる通り、ですね、この山の斜面で焼き畑を行っていきまして、そこで作物を植えています。ここ北部ラオスあたりに来ると結構普通に見られる光景です。道路はこの山岳民族の村のど真ん中を突っ切っていたりするんですけれども、まあ車から見ているとちょっと危ないような気もします。まあね、あの事故なんかも結構あるんじゃないでしょうか。この辺り標高は約 1000m、 山を越えるとうどむさい県です。うどむさいの町はあともう少し、正面の遠くに見えるところにおそらく高速鉄道が走っているものと思われます。山を結構下ったところでやっと高速鉄道の工事現場が見えてきました。うどむさいの町まではあともう少しです。これを見るとちょうどトンネルの入り口のところでした。ルアンプラバンから、うどんさいに行くには、1000m 級の山を越えなくちゃいけないんですけども、そこにトンネルが掘られて、ここで出てくるんでしょう。今うどむさいのバスターミナルに到着しました。なんかねここに来るとね、大きなバスがね、大型バスがこのようにたくさん並んでおります。でね、今ね、あのバスからね荷物を下ろしているところ、なんかもうちょっとね降りてくるのに時間がかかりまして、それをちょっと今待っているところ。こんな OK、 コプチャイライド。いや結構楽しかったですね。山あり谷ありでね、一番前に座れるっていうのはね、やっぱりね特別なものがあります。まあ、ね、電車でいうとねグリーン車なのかもしれません。まあ乗り心地はねそれほどいいとは思わないけども、まあそれでも景色が見るだけでまあ楽しいです。ここラオスでした。ただいまラオスの北の町ウドムサイに来ています。
でね、あの今ね、あのトゥクトゥクのおじさんにね、うどみ祭の観光地にちょっと連れてってとか言って、観光地というか、まあ、1時間ぐらいちょっと街を案内してって言ったら、まずね連れてきてもらうところが、ね、運動場です。まあ、これすごいですね。というかね、まあね、ラオスなんでね、まあ、特にあの見るべきものってあんまりないもんで、まあ、ここの運転手さんが、ね、知ってる限りのところに連れてってもらうということで、まあ、ちなみにですね、今回は、ね、高速鉄道がメインになって、まあ、高速鉄道のところには行くんですけど、まずは運動場ということでした。まあね、そういう意味じゃ、ね、高速鉄道なんていうのはね、今回ね、国家の、ね、一大プロジェクトになっているんでしょうね。こんなもんラウでね、これがね、街の中心部あたりで、あ、今ね、あれですね、あの LED のネオンが、ネオン灯って街灯がありますもん。それからね、こっちがね、あのカイソン、あのなんだっけ、ラオスのね、あの建国、1975年のあのラオス革命ですね。あの時にね、あのなんていうのか、リーダーだったね、カイソン元首相、大統領の首相か、首相のね、あの記念灯っていうのかな、そういうのがあります。まあ、こんな感じで最近はやっぱりね、あの携帯電話、ラオスもね、かなり普及しておりまして、こういう携帯屋さんもたくさん出ます。ちなみにここって結構ね、中国人が多そうな街でね、街のね、あちこちにね、中国語の看板が見えます。ここなんかもそうだね。これ看板じゃないんだけど、家の前がこんな感じで、これはやっぱり中国人でしょう。で、こちらがね、ノンレンマーケットというところで、あの夕方のマーケットですね。そういうところです。なんかね、こういうね、古めかしいね、橋がね、まだいっぱい残ってますね、この辺りも。なんか私もね、約30年前に初めてね、あのラオスに行った時に見た橋と全く同じです。まあ、それにしてもね、この国っていうのは、まあ、幹線道路はね、結構ね、よく整備されてきたんですけれども、まあ、一歩路地に入るとね、こんな感じのところがまだまだたくさんあります。まあ、それでね、ここ見てもらえば分かるけれども、砂ぼこりがね、結構トタンとかね、その家の壁なんかにいっぱい張り付いていまして。で、車がね、あの増えた関係でね、車とかね、バイクがね、砂ぼこりを巻き上げて、まあ、こういうところに着くんでしょうけども、まあ、基本的にね、ラオスに来るとね、靴とか服とかはすぐ砂ぼこりになっちゃうんで、あのなんていうのか、ちゃんとした乗り物に乗ってれば別なんだけど、でね、私の靴なんか引っかかって、まあでもね、そういうところはね、逆に今の先進国ではあんまり、ね、味わえない。で、ね、今ね、高速鉄道のね、建設地が見えてきてます。でね、こっからね、見るね、景色はやっぱりいいですね。これでもね、これを見るとね、ちょっとね、駅の建設予定地にはちょっと見えないんだけどね。なんか橋桁とかいっぱいあるから、おそらくそこで橋桁作って、それであちこち持ってってるんでしょ。そうじゃないの？ここもやっぱり中国中鉄が、工事を請け負っています。それでね、ここにね、駅の詳細みたいのがあるんだけども、寄ってみましょう。まあこれ見た通りなんだけども、ここがおそらくあれなんでしょうね、鉄道なんでしょうね。で、これ線が1本なんだけども、ここは基本的に単線です。このラオスの、高速鉄道が、だから線が1本。それにこっちの方に引き込み線とかが、ここにも、あ、ここですね、ここですね、こっちの方があって、まあこちらの方で退避したりするんでしょうね。で、ここを見るとね、基本駅台っていうふうに読むのかな、あるから、ここがプラットフォームになるんでしょうね。で、プラットフォームはここ、こっちもプラットフォームがあります。というわけで、真ん中1本通って、こっちとこっちで乗り降りするのかな、そんな感じなのかな。なんかここにはいかにもね、中国らしい、あの作業者 のヘルメットをかぶった、これエンジニアなんでしょうね、そういう方がいます。でね、トンネルの、ね、入り口の方まで来てしまいました。で、ね、やっぱ工事はね、今の春節の 時期なんだけども、建設は進んでいるようです。カップ、カップ、カップ。それで駅から出たところ、ここね、まだね、整地ができてなくて、これからあれでしょう、あの整地をして、それであのレールを引く、そういった感じです。まだまだしばらくかかりそうです。今ですね、ちょうどね、レールを敷設するところに来ています。
こういう風にもうすでにね整地の方は終わっておりますね。ここまではこっから先がねまだ整地が終わってません。でここって工事現場なんだけれども、なんか今バイクも走ってるし、ずっとね向こうの方にはね自転車に乗ってねなんていうのかな、運動してる人がいましたね、若干1名という風に。平らなところっていうのは運動するには最適なところです。現場の横のね山の上に来てるんですけど、やっぱ上から見るとやっぱすごいですね。これはすごいわ。でね、うどむさいの町は向こうになります。こっからね約ね、いや見た感じ2キロから3キロぐらいあんのかな。でうどむさいっていうのは山間盆地なんだけども、山と山の間に囲まれたあの平らな部分ですね。で、トンネルから出てくるとその盆地に出てきて、それでまたこっちのトンネルに入るということです。まあそれにしてもこの景色はすごく圧巻ですね。まあ、わざわざこのうどむさいまで来た価値がありました今回。